谷翔平、マジでサッカーも上手そう、わらわらわら。めっちゃ体使うの上手いんやろな。何のスポーツやっても成功するタイプ。上積みのアスリートって大体こんな感じよな。野球選んでくれてよかったわほんま。一平草。ゲームも好きらしいし、大谷の苦手なことって何やろ。サッカー選手としてバリバリの点取り屋の CF 大谷翔平も見たかったけどな。落としそうになっても耐えるのすげーわ。あの体やし、どんなスポーツもいけるな。っしなマラソンとかはきついんかな。ふなっしーいて草。サッカーでも点火取れた。このボール重いやつやろ。ワイ片足で上げられる気がせんわ。体でかすぎるからサッカーでは体勢せんかったろ。フィジカルエリートがやるスポーツではない。バトミントン大谷になってた可能性もあるんやっけ。確か厨房の頃のクラス内紹介で得意なことスポーツ全般とか書いてたし、基本なんでもできる模様。これ普通のボールじゃないぞ。すげえな。おい、まあ間違いなく野球がベストやったろ。この足の甲にボール乗せるの自体はリフティングできんわい。でもできるぞ。重いボールでできるとは思わんが。こんなん余裕とか言ってるやつほど上げるときに蹴り飛ばすし、3秒も片足でボール乗せたままバランス取れないと思う。サッカーのレジェンドは180もない選手ばかりの意味を少しは考えようや。大谷よりでかくて素早く動けるやつは別にいくらでもいるだろうし。大谷がサッカーやってたらレジェンドになってた可能性だってゼロじゃないやろ。野球で二刀流無理って言われてたのに成功してるし。でもマジで大谷がサッカーマジでやってたらすごかったろうな。体でかいと走りっぱなしの競技はエネルギー消費高すぎてきついんちゃう。40分のバスケの方が良い。スタイルかっこよすぎる。